さあ始まりました、プリントチャンネル。ハロー、サスケです。お団子、こんにちは。今日はですね、これからお団子のお母さんとお父さんと一緒にご飯を食べに行くんですよね、はい、そうですね、はい、で、こちら道頓堀のお店なんですけど、お母さんの誕生日いつでしたっけ？1月ですね、1月の11です。1月の11、で、今日は8月の26ってことで、お母さんの誕生日を祝おうと思います。何言ってんだよ、ずっと5ヶ月後だよ5ヶ月前にこれもらってどう思うの、母ちゃん。それを見ようと思うんです。これにろうそくを立てて、お母さんにお団子が誕生日おめでとうって言ったら、全然誕生日でもないお母さんはどんなリアクションを取るかという、息子なら間違うはずないのに、そういうドッキリ。マジのちゃんとしたホールケーキですよ大丈夫？道よじゃねえよ、合ってるけど名前は。店員さんが間違えて最初に道をって書いてます男だと思って、男友達だと思ってめっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそうだね。では皆さん楽しみに。せっかくなんで、これ取っていいですか？うん、取っていいよ。美味しそう。ゆうたの食べる筋牛です。あ、筋牛ですか、これ。そう、筋牛入ってるんだよ。食べちゃおう。私が選んだネタ。めっちゃ美味しいじゃないですか、これ。美味しいで。うわ、うまそう。うん、甘い。うまっ。これ何しよう、感じもんじゃだから。あ、絶対うまいじゃないですか。美味しいで、これ美味しいで、美味しいで、ぼーっと焦げて焦げて、あかん、あかん、うまっ。みちろさん、みちろ、はい、じゃあお団子これ持って。誕生日おめでとうございます。おめでたいよ、誕生日って。どうぞ。一年に一回。はい。ゆうちゃんの道よって書いてある。はい。ありがとうございます。すごい、すごい。66歳。歌を歌ってあげて。ハッピーバースデー to you。ハッピーバースデー to you。ハッピーバースデー dear ルチオ。ハッピーバースデー to you。めでたい、めでたい、誕生日おめでとう、おめでとうございます。ありがとうございます。今日でね、66歳になりました。頑張ってきました。ありがとうございます。よかった。お父さんのおかげです。お父さんからお母さんに一言、お祝いの言葉を。今日でね、66歳になりました。66歳になりました。頑張ります。一言ね、息子からね。迷惑かけてしまってますけども、うん、まあ、この先の10年ぐらいは先かもしれないです。すいません、大丈夫、おめでとうございます。10年頑張ります。このコーナーはテレパシーの受信本の仕方を、ヘルメット高いところへ帰ってください。